戦前の宝塚大劇場宝塚大劇場は、兵庫県宝塚市栄町にある劇場。宝塚歌劇団の本拠地であり、各組によるミュージカル公演で、毎年100万人以上の観客を動員する。その他、音楽コンサートも、定期、不定期に開催。1階席と2階席があり、座席数は2550。小劇場。 宝塚バウホールを併設する。劇場の管理と舞台装置などの制作を行っているのは、阪急電鉄系列の株式会社宝塚部隊である。大劇場を指して、あるいはその周辺地域を含めて村とも呼ばれる。1924年会場。座席数3500。宝塚歌劇の創設当初に公演を行っていたパラダイス劇場に代わり、 1992年まで多くの作品が上演された。春光当初は歌舞伎座や南座などの歌舞伎劇場と同じような花道が設置されていたが、銀鏡の新設に伴い撤去され、銀鏡と舞台袖の道に花道の役割が当てられるようになった。1927年9月1日に日本で最初のレビュー、モンパリ、我がパリよ。 を上演して以降、レビュー作品を次々と上演して、黄金時代を迎えた。1935年1月25日に火事に見舞われたが、小林十三の英断によって、早急に復興されて、同年4月に再開した。天津乙女、三浦時子、立花の香る、佐代福子、吉原国子、草笛、よしこ、三空明子、春日野八千代、 熊代二色、霧立昇とどろきゆき子等の多くのスターがこの時代を彩った。しかし、戦局の悪化につれて、戦争を意識した作品が多くなり、1944年、肝心町、翼の決戦を最後に大劇場は、閉鎖、海軍に接収された。1945年、日本の敗戦で、アメリカ軍に接収されたが、後に返還され、 1946年、カルメン、春の踊りで再会。春日野の八千代、鳥、明美、音羽信子、小ノブ吹雪、淡島千景、久ア浅見、南優子などのスターが戦争で傷ついた人々の心を癒した。その後、1950年代から1960年代にかけては、グビジン、シャンゴ、ジャワの踊り子、華麗なる千拍子、ウエストサイド物語、 マイ、フェアレディなど数々の代表作を上演し、隅花よ、高千穂ひずる、有馬稲子赤してる子新玉道よ、八千草さる、淀どかほる、浜優子那智渡るなどのスターが活躍する。1958年4月1日、花組が公演していた、宝塚春の踊り、花の中の子供たちの上演中に、 大役で出演していた月組の勝木博美が死亡するという事故が発生した。1974年にベルサイユのバラ、1977年に風と共にサリヌが上演され、初風誠、春菜ゆり、右は夏子、大鳥蘭、アンナ厚松明、上原まり、瀬戸内美八、順美月などのスターが彩りを添える。1980年代には、 浅見玲レー、ミネサオ、リ、タカシ大地真央、黒木ひとみ、健康などのスターを輩出した大劇場であったが、60年以上の歳月で老朽化。1990年10月から、同じ敷地内に新しい設備の整った新大劇場が建設され、1992年11月の森ケアキサヨナラ公演。 中心蔵を最後に68年の幕を閉じた。また、劇団員以外に最年少で、旧劇場を踏んだのは、当時小学生の宝ジェンヌ志望の女の子であり、千秋楽に森家秋に花束を贈呈した、際のことである。宝塚歌劇以外では、ヘルベルト・フォン・カラヤンと NHK 交響楽団の演奏会や NHK、イタリア歌劇団の上演、ビレッジ・シンガーズ賞、 腰シジフブキリサイタルなども行われた。他、毎年1月にアマチュアトップコンサートが開催される。座席紙の元が寄贈した、宝塚大劇場のドンチョウラウンジ正面入り口1992年9月28日、春行、1993年1月1日会場。座席数2550。南ヨーロッパ風の外観を持つ。 初代と異なる点として、などが挙げられる。落とし公演は、ジオン・ユウヒキール、星組の、宝珠賞、パルファンでパリ。初期には、アンジュ・ミラ、イチロ・マキ、アマミ・ユキが活躍。1995年1月17日の阪神、淡路大震災では、盆を支える柱が折れるなど、大きな被害を受ける。アンジュ・ミラの対談公演などが、全日程中止に追い込まれるも、 3月には、復興を果たし、国境のない地図で再開された。翌1996年、ウィーンミュージカル、エリザベートが、日本初演で大成功を収める。1998年に中組が発足し、東京宝塚劇場建て替え工事期間中の、仮設劇場宝塚1 0 0レーズ劇場の開場時から、宝塚、東京ともに、通年公演が実施され、 公園形態にも変化が生じた。2004年末には銀橋のカーブを緩やかにして1回、最前列中央の客席を27席増やす改修工事を実施。2005年から客席数は2550席となった。2009年より1回最前列を0列から1列に解消し、合わせて席のグレードの見直しを行った。 2011年3月30日には映画阪急電車片道15部の奇跡の死写会が上演された。大劇場で映画イベントが開かれるのは大劇場創設以来初めてとなる。2014年4月に宝塚歌劇団が創立100周年を迎えるにあたり、宝塚市は同大劇場周辺の町名を歌劇庁に変更する方針を掲げていたが、 住民からの反発が強く、変更を断念している。宝塚大劇場の建物の中には、宝塚バウホール以外に、下記の施設が併設されている。キャトルレーブを除くすべての施設は、劇場の休園日には、定休日となる。仙台、二代目とも、宝塚ファミリーランド内にあったが、仙台の時代には、下劇のチケット代金に宝塚ファミリーランドの、 入園料は含まれておらず、現地で入園券を購入する必要があった。二代目大劇場完成後は、チケット代金に宝塚ファミリーランドの入園料を含む形に改められ、チケットを見せれば入場できるようになった。ファミリーランド閉園後は、宝塚ガーデンフィールズに入場できた。オーケストラピットと観客席の間に左右の袖花道をつなぐエプロンステージが、 儲けられており、銀京と呼ばれる。ありがとうございます。